はい、それじゃあ行ってみましょう。よいしょ、ここら辺はね舗装してあるね。とりあえずね一発ずっと止まらずに行って、その後はもう一回戻ってきて、この小切山っていうねところを登山しようと思ってるんですよ今日は。意外と急カーブだった。桜が咲いてますね。はい、ここら辺から舗装路じゃなくなっていくわけですね。落石。この林道は本当広くて走りやすいですよね。
し。絶景ポイント。以前と違って花が咲いてますね。そう、以前はねここ入れたんですけど、いやもう立ち入り禁止になってますね。結構みんなキャンプしてたんですけどね、今こっちの方でキャンプしてるんですね。ここら辺はね、猿も出るんですよね。はもう完全に通行止めなんですね。はい、酒を急ぎます。肌がすごいですよね。
結構走りごたえありますね。こんな長かったっけ。いい感じのこうアドベンチャー感があって楽しめますね。討論になった。うわ、綺麗な景色ですね。はい、先を踏みます。はい、ここがですね、登山道の入り口になるんですよね。こうなんか記念館がありますね。開通記念館という形でね、元名線のありました、ふれあいの道ということでね、ここを登っていくとね、のこぎり山の山頂まで行けるんですけど、この間行ったんですけどね、今日は違うのこぎり山行きます。多分ここら辺から入るんだと思うんですよね。うわ、ちっちゃいな。ここが登山道になるんで、まあとりあえず一回ね、林道一回走ってきます。この先も。ここは登山道か。もうね、さすがにここまで凸凹道なんで、ドライブレコーダーが緊急ファイルっていうの、あのなんか段差とかのを感知して録画する機能があるんですけど、それの上限目いっぱいまで行っちゃってますね。お、段差だね。ああ、ここからあれなんですね。砂利っていうよりも砂っていうのかな、うん、土だね、ここら辺は。で、この先に確かね、
池みたいな湖みたいなものが、水たまりがあるんですよね。急に路面の質が変わりましたね。バッテリー持つかな。なんか廃屋みたいなものがすごいことになってる、ここの道は。よいしょ。はい、ここまでですね。あー、楽しかった。